こんな人 CPU だよね。あ、そうだ、 CPU 買ってるからもうできるんだ。そうだ、忘れてた。起動すれば問題なし。ん？エラー、 CPU が見つかりません。やっぱり破損してるだけですね。はい、そしたらこの PC は一旦何もできないので、ここに置いておきましょう。あれ、買い部品一緒に頼んだんだっけもう忘れちゃったそうか、今さっき診断して頼んだのか。じゃあやることねえわ、帰ろう。はい、次の日です。おお、いっぱい来てる。そうかそうかそうか、ボケてだな俺完全に。まあそういう日もある。これ、あ、これでいいんだ。え、どうやって下ろすのこれ。あ、オッケー、未だによくわかんねえなこいつ。はい、こい、待て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 、ケーブルが足りないぞ。あー、危ねえ危ねえ。で、なんかここの前面のファンもケーブル足りてないんで、接続してあげて、これで問題ないですね。へー、オッケー。そしたら先に金を受け取ります。落ちたらどんどん受けていきます。ちょい、修理からみたいな。どうしよう、あ、待って、 HDD だったら裏か。よいしょ、この判定がむずい。よし、 OK。 一回片方を外すじゃろ、ストレージを見るじゃろ。あ、こいつは壊れてないんじゃ。よいしょ、じゃあもう一個の方が壊れてるんじゃ。頑張ってカーソルを当てております。現在頑張ってカーソルを当てております。少々お待ちください。これです。はい、破損してますとのことで、じゃあ同じものを買ってあげればいいので、モールトに EZ ストア 500GB を買いましょう。カートに追加、とりあえず追加だけしておいて、たら、あ、開けた状態でいいか。 OK、たらこいつは一度待ちで、どれやろうかな。 CPU のアップグレードか、これやりましょう。 3D マークでスコアを見るやつ。はーい、粉塵吹き飛ばすのでカットです。はい、そしたらメモリじゃなくて CPU を交換していきます。グリースをしっかりと塗って、空冷装置を戻して、その前にハンドルを締めなさい。はいはい、 OK、 ほっ、 OK。 したらケーブルが足りないので、はい、起動で、ついでに 3D マークをインストールしてあげましょうか。はい、実行してるので一旦カットします。はい、ベンチマークが終わったんで、結果見たら2129、ぴったり、完璧すぎる。マジで適当にこれでいいやっつって、お、完璧っていう実績も解除した。いいね、いいよ、どんどんやっていこう。そしたらここのラム、あ、なんかこれ全部今日でできる気がするな。ラムはこれ両方とも特に変なことないのでカットします。はい、1個終わり。はい、一丁上がり、ラム増し増し。 OK、 そしたらなんかパリピみたいな音楽流れてきたけど、お、ちっちゃい、かわいい。次のやつやりましょう。これ多分初めて見る PC ケースですね。今まで ATX サイズだったのかな。
おっと、裏面焼けちゃったな。戻しまーす。え、PC 回転とかできないのこれ。なんか見れ、あ、結構すごい角度で見れるんで、これでいきましょう。そしたらまずホコリを飛ばすのでカットします。はい、吹き飛ばしたんで CPU を外してあげます。よいしょ。そう、この間ですね、やっとあのワクチンを接種してきて、コロナワクチンを、よいしょ。で、結構なんか準備してたんですよ、副反応に対して。よいしょ。ただ副反応一切出なくてなんかそれはそれでちょっと寂しいなっていうみんな出てんのに自分はあんまり出なくて、拍子抜けっていう。まあまあまあ、副反応そんななかったのはいいんですけどね。全然お前降りねえな。ほ、OK。もともと職業がエンジニアなおかげで今在宅勤務を続けてるんですね。だからわざわざコロナワクチン受けなくてもいいやっていうふうに思ってた反射だったんですけど、12月の中頃に旅行に行く予定が入って、さすがにそれだったら受けとこうかなと思い受けた所存でございます。はい、そしたらこれが今日最後にしましょうか。よいしょ。何がダメっていう話だったっけ。グラボ、確かグラボダメだったよね。一回グラボ外しちゃいましょう。どれ980。そしたら USB ドライブをインストールしてあげて、あとは側面パネルもつけておいてあげて、その前にですね、またやりました、ケーブルです。何回やるねー。そしたら起動チェッカーで、なんだっけ、フライアウェイみたいなやつ。あ、フライトの喜びか。おっと、 i5 の 6600K。 あ、そっか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 、まあ忘れてたぜ。i5-6600K 超えるにはどっちだった？クワッド？これ？とりあえず入れてみようか。ああ、超えた超えた。あぶねえ。もう、早く終わらせよう、早く終わらせようと思って。グリス塗るのも忘れたし、クーラー戻すのも忘れてた。これで起動確認すれば今日のお仕事は全部終わり。なはず。OK。依頼完了で、これはハードディスクが来るのを待たないといけないんで、まだ注文はしてないよね。そしたらお金を受け取っていきます。すごい実績が小学生かこの PC は今ベンチマークスコア2129持っているし、彼らは掃除までしてくれたんです。なんでこの人は2129にこだわるの。あ、はい。周辺機器ショップをアンロック。コンピューターにインストールして最新の周辺機器にアクセスし、デスクと作業台をカスタマイズしましょう。はい、新しいコンテンツが開放されたところなんですけど、前回に引き続きちょっと時間が10分超えてしまったので、今回動画としては以上で終わろうと思います。で、次のパートからは明日の注文を受けてそのまんま作業していくとこを動画にしたいなと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。